まず会場がですね、リアルディズニーランド。お金をかけすぎて40万人人が入ってるのに赤字になってるんじゃないかと言われてる。夢がありますよね。本当に、もうランド行きたいね。やっぱ DJ だし。さあ皆さん、こんにちは。前回ですね、激ヤバな世界フェスで紹介しますやったんですけども、早速ちょっと第2弾やってみようと思ってですね、世界のヤバいフェス紹介したいと思います。今回はですね、皆さん大好き、トゥモローランドの紹介をしたいと思います。トゥモローランドって結構みんな知ってるようで、意外と知らないのかなと思って、今回紹介しようと思うんですけども、世界三大 EDM フェスって言われててですね、EDC とウルトラとトゥモローランドがあるんですけども、意外とですね、そのウルトラって都市型のフェスで全世界で行ってるんですよね。ただトゥモローランドに関して言うと、かなり限定的なフェスになるので、もちろん日本ではやってないんでね、行ってみたいフェスということで、僕は今一番行ってみたいフェスがトゥモローランドかなって思うんで、こちらで紹介させていただきます。で、早速本題に入る前にですね、一応こいつ誰なんだっていう話になることもあると思いますので、初めて見た方はね、一応簡単に自己紹介していただきますと、DJ 安藤と申しましてですね、一応日本全国ですね、DJ で回っている DJ になってます。ジャンルで言うと、オールジャンルでいろんなジャンルをやってます。なので、ぜひとも皆さん、あなたの街に行くかもしれないんで、その時はぜひとも声をかけてください。で、こちらですね、DJ の方でも DJ の方じゃなくてもですね、面白い、有益なクラブ情報を出していくチャンネルになってますので、そういうの行かない人でもですね、見てて楽しい内容をなるべくやりたいと思ってますので、ぜひともチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ということで、早速本題に行きたいと思います。で、今回ですね、紹介してトゥモローランドというのはですね、開催期間に今40万人が訪れると言われている世界最大の EDM フェスなんですよね。この40万人っていうのも、実際被災者が言ってるんで、実際どのぐらいなのかわかんないんですけども、ただ世界最大規模というのは本当間違いなくて、これはですね、YouTube とかでバンバン見れますので、ぜひとも見てほしいと。2005年に初めて開催されて、毎年7月の最終末の3日間開催されてるんですけども、2017年がですね、前の週の3日間に加わって、6日間開催になってます。トゥモローランドみんな知ってると思うんですよね。この動画見てて、別にトゥモローランドを前に説明されなくても、俺 YouTube で見たよっていう人がいっぱいいると思うんですけども、実はですね、YouTube でわからないすごいところいっぱいあるので、早速説明させていただきたいと思います。で、まずですね、これはもう YouTube で見れば結構わかるんですけれども、まず会場がですね、リアルディズニーランド。お金をかけすぎて40万人人が入ってるのに赤字になってるんじゃないかと言われてるフェスになってます。で、会場内にあるですね、ものがいろいろありまして、画像を出してですね、これ見ていただければと思うんですけども、もうまずメルヘンなんですよね。僕が思う感じだとこれ、不思議の国のアリスの世界なのかなーって思うぐらいなんか不思議な感じがすごい会場にあります。会場内にあるですね、観覧車とかも移動式で運ぶんですよね。世界最大級の移動式の観覧車が回ってきて、もう街の雰囲気がものすごい一変に変わってしまうぐらいの作り込みをしていると。で、過去にすごいアイテムが配られたことがあるんですけども、この画像にあるですね、腕輪の方が配られたことがあります。これがすごくてですね、まず入場ゲートでこの腕輪をかざすと、おとぎの国に入れるよっていう設定になってるんですよね。だからさっき言ったような不思議の国のアリスじゃないですけども、ここはもう地球じゃないですみたいな。不思議な国です。ここからは現実世界ではないですっていう、まさにディズニーランドと同じ内容のフェスになってるんですよ。なんで、音楽の EDM とかあんま興味ないよとか、フェスにあんま興味ない人でも、ディズニーめっちゃ好きっていう人だったら行って絶対楽しいというフェスになってます。で、今先ほどお出しした腕はですね、どういう機能があるかというと、音楽が EDM だと、一回抜けていって綺麗に消えたりとかですね、ブレイクの後に徐々に音が上がっていく部分とかがあるんですけども、そういう音楽が盛り上がるところにですね、自動的にもう発行するんですよ。で、みんなが数万人がわーって手を上げると、一斉にそれが光り出して、それが照明になる。なんでフェスで普通に照明あるじゃないですか。照明があって、その中でみんな楽しむんじゃなくて、一人一人が照明になってるという、もうそういうレベルの違う演出があるんですよね。で、さらに腕輪同士を近づけて、付属のボタンを押すと、お互いの Facebook のアドレスが交換できるとか、まあ、そういうとんでもない機能が付属の商品であるんですよね。で、携帯電話を取り出す必要なくて、もうボタン一つで繋がれちゃうんですよ。あなた、気が合うね。っていう感じでボタンを押して、じゃあこれで仲良くなりましょう。みたいな。携帯出す必要もない。っていうとんでもない機能のものが普通に全員に配られたりするんで、演出力がすごいなという気がします。先ほども言ったように、日本で一番有名なフェスのウルトラが、まあ都市型だとしたら、トゥモローランドは結構田舎型かなと思います。まあ大自然の中で楽しもうみたいな一つの街を形成しているような感じなんですよね。で、ジャンルは EDM だけど、やってる場所はフジロックフェスティバルみたいなイメージでいてもらえれば、すごいなんかハマる感じだと思います。もちろんね、田舎なんで、ホテルとかそんなあるわけでもないし、じゃあどこで泊まるの？泊まれなかったらどうするの？心配する人もいるんですけども、トゥモローランドの名物のドリームビレッジっていうのがありまして、寝泊まりをするエリアもあるんですよね。で、その中にはもうフードエリアがあったりとか、焼きたてのパン焼いたりとか、ピザ焼いたりとか、世界中の美味しい料理が集まってる店とかがいっぱいある状態になってるので、もうそこでですね、いるだけでまず楽しいんですよね。美味しいものも食べれる。変わったものも食べれる。で、シャワーやコインランドリーとかも完備してて、生活には困らないんですよ。で、あとはですね、ドリームビレッジラジオっていうラジオ局ももうその会場内にあって、そこから音楽も配信されてて、そこから聴ける。要は自分たちのテントにいながら音楽、フェスのを聴けたりとかもできるんですよね。もういるだけで結構すごい楽しいと思います。まあ、すごいのがですね、テントに加えてレンタルコテージとかもあるんですけども、そこにですね、毎朝、トゥモローランドの新聞が無料で配布されるっていうサービスがあるんですよね。トゥモローランドの世界ですから、その中で新聞社があって、昨日のフェスの様子がどうだったかとか、そういった内容がですね、毎日新聞で配られます。なので、それを見て、じゃあ今日はタイムテーブルここだからこの人見に行こうとか、こんな催しがあるぞとか、花火はこの時間に上がるぞとか、昨日のアーティストがこんな感じだったぞとか、シークレットゲストがこういう風に出ましたとかいうのはもう全部新聞になってるんですよ。で、まあそういうのが見れるので、そんなサービスしてるフェスってあんま聞いたことないですよね。夢がありますよね。あと、まあ開催されてるのはベルギーなんですけれども、ブリュッセルっていう空港があるんですよ。そこにもう、トゥモローランドの専用のカウンターがその期間でできます。スタッフもロゴが蝶々なんですけども、トゥモローランドって、そのもう、服も蝶々のロゴがついてる服着てて、CA がお出迎えしてくれると。で、さらに送迎バスとかにもイラストがもうなってる、その日のためだけに作られたバスがあって、それが迎えに来るっていう感じになってます。細かく知りたい人はまあ、調べてください。で、車内ではもう爆音です。バスの中がもうフェスになってるっていう。もうだからもう行くまでにもう楽しめるっていうね。もう夢がありますよね。もう本当にディズニーランドはもう電車みたいなもんか。そんな感じで楽しみちゃうわけです。さらにですね、あまりにもまあその人が集まるということで、過去にまあロンドンとかパリとかケルンとかですね、その3都市からブリュッセルまで特別列車を走らせたりしてます。要は、そのためだけの列車を走らせたりとかですね、ブリュッセル空港ももちろん臨時便を出したりとかもしてるので、規模感はもうめちゃくちゃ半端ないです。で、やっぱり何がすごいかというとですね、いろんな場所で開催してないんですよね。まあ、正確に言うと、アメリカでトゥモローワールドっていうのが開催されたり、フランスでトゥモローランドウィンターっていうのが開催されたり、過去にブラジルでも確かイベントやったりとかしてるんですけども、基本的にイベントは1回か2回で、まあ、ベルギーで開催されてて、ベルギー以外で1カ国やるかやらないかぐらいの感じなんで、基本ベルギーのイベントなんでね、日本にいつか来てくれたら嬉しいけど、かなり期待できないんじゃないかなって思ってるので、あえて海外まで行きたいイベントとして考えると、トゥモローランド行きたいね。やっぱ DJ だし、まあ音楽的にロックとかも確かに好きだし、ヒップホップも好きだけど、やっぱ EDM というかダンスミュージックのフェスはぜひ行きたいので、まあ国内の DJ でも海外、トゥモローランドに行くためにわざわざ海外まで行く人もかなりいるんでね、現場でしっかりね、第一線でやってる僕らが行ってないっていうのはちょっと恥ずかしかったりもするんですよね、なんか。なので、個人的にぜひ行きたいイベントになってます。さらに最後におまけなんですけども、このトゥモローランドですね、中継イベントっていうのが全世界でですね、何箇所かで開催されてます。ここに画像があるんですけども、なんと、そのトゥモローランドの中継イベントですらガチ盛り上がる。このレベルで。ということで、中継イベントでいいか行ってみたいなと思います。まあ今年はね、ちょっとコロナもあって、トゥモローランドのイベント自体が多分オンラインになったと思うんですけども、来年、暇なら行ってみたいなぁ、行ってみたいなぁ、行ってみたいなぁ、行ってみたいなぁ。っていう感じで、ぜひとも皆さんもトゥモローランドチェックして、来年のトゥモローランドで会いましょう。ということで、また次回、おすすめ激ヤバフェスをやっていきたいと思いますので、こういうネタ取り上げてほしいとか、こういうフェス取り上げてほしいっていうのがありましたら、ぜひともこの概要欄に貼ってあるメールだったりとか、僕の Twitter の DM でもいただければと思いますので、よろしくお願いします。ということでまた次回よろしくお願いします。